皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、彼氏のわたるくんにドッキリを仕掛けたいと思います。イエイ。今わたるの家なんですけども、わたるくんが今近くのコンビニにアイスを買いに行ってる、合間を縫って撮影してます。今日やるドッキリはこちら。彼女が初めて彼氏に手料理を振る舞った料理がクソまずかったらどんな反応する？ドッキリ。今日はですね、わたるくんが大好きなキムチ焼きそばを作るんですけども、実はその中にお酢がいっぱい入ってるっていう。ただわたるくんめちゃめちゃ優しいんで、ちゃんとリアクションしてくるか分かんないんですけども、今回私がわたるくんのこの愛情度合いを確かめていきます。わたるくん、今日私が美味しい焼きそば作るからね。え、作ってくれるの？ちょっと視聴者さんに見せたい。あのカノンめっちゃ料理下手っていうイメージがあるから、うちめ本当に料理できないんだよ。分かった。え、何作るの？キムチ焼きそば。わたるくんに、うん、私が料理できるんだよってのをちょっとね、見せたいの。なるほどね。はい、だから動画にするって相当の自信だね。一応ね、クックパッド見てきた。え、じゃあ俺普通に、ここで待ってればいい。うん、ということで作っていく。マジで料理ができなさすぎて怖い。まず焼きそばはどうやってやるんだ。フライパンに油を引き、お好みの、具材を軽く炒めた後、麺と、はい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 、炒めた後だからもういいんだ。 OK です。ちょっと待って、来い来い来い。なになになに、大丈夫？大丈夫ですよ。なんか今怖い感じがしたから。何も大丈夫です。大丈夫、はい、安心してくださいよ。危ない、ちょっと待って、やばい、あれ見られてないかな。お料理するときはふざけちゃダメですからね、皆さんちゃんと真面目にやりましょう。じゃあまずはこのコクうまキムチを。ワイルドに行きますよ。え、めっちゃうまそう。で、このこれも入れます。開封の儀、やっぱ焼肉には豚肉ですから。これを混ぜていきます。なんだよ、そのままだ。ちょっと火を強めよう。ちょっとこれもうちょっと入れちゃうか。これ、あ、すいません。これをほぐします。大丈夫ですか？もっとキムチ入れた方がいいような気がする。もう全部入れちゃう。で、ここでですね、隠し味の麺のつゆさんを入れていきます。麺のつゆさん入れることでもうコクが増しますので、これを皆さん入れてください。お願いします。じゃあ行きますよ。入ってる。で、これを、普通に一応作るんですけども、お皿にこう盛り分けるときに、わたるくんのだけお酢がめっちゃ入ってるっていう感じです。ごめんね。でもね、お酢は体にいいですからね、わたるくんに長生きしてもらうためです。え、めっちゃいい、パスタっぽくなってきたけど、これパスタかな。あ、もうこれパスタだ。
で、ここに隠し味、こちらです。こちらを入れて、隠し味を入れてきます。じゃあ、ちょっと味見をしていきます。大丈夫かな。鼻に、鼻から焼きそばがなんか柔らかい麺がいいのかな、これで。いや、なんか違うぞ。完成できました。名付けて青木かのん焼きそばです。うわ、美味しそうでしょ。こんな風に、こんな感じ、いいね。じゃあ、渡るくんに持っていこうと思います。お酢入れるからね。もう美味しいやつも残しといておけばいいか。美味しいか、そもそもこれベースが美味しくないかもしれないけど、こんな感じです。もう結構入れたぞ。やばいやばい、これ首入れすぎじゃね。うおやばい。食べて食べて食べて。作ってもらうの多分初めてですよね。本当？うん。本当信頼してないっしょ。え？信頼してないっしょ。生産管理とか入ってない。なわけ。じゃあいただきます。はい。うまい。うん、うまい。あ、本当？うん。うん、あ、キムチの味が後で。ほんとに。うん、うん、辛っ。辛くない？そか、肉うまっ。おいしい。うん、うまい。麺もちもちで、うん、で、キムチもなんか程よいね、入ると。あ、別に辛いわけじゃないんだけど、うん、程よい辛さだから、うん、あと匂いもね、後から鼻からふーって抜けて、食欲が結構ね、そそるような、うん、味。めっちゃ噛みするじゃん。うん、いや、なんかちゃんと食べてくれてんだなと、うん、食ってる食ってる、うん、でもどんぐらいの辛さかちょっとうちも食べてみたい。ちょっと食べていい？うん。辛かった。優しいね。え？優しいね、渡君。なんかちょっと申し訳なくなってきた。ドッキリ十字。え？ドッキリ？うん、ちょっとうんって何？あ、これ企画の説明。いや、違う違う、箸じゃなくて割り箸みたいな。違います。割り箸じゃなくて菜箸か。初めて、彼氏に作った料理が激まずだったら、うん、ああ、そういうことか。どんな反応するかっていうので。激まずか、そういうことか。で、実はですね、この中にお酢を結構ドボドボ入れてます。やばくなかった？よく食べたね。普通に反応すればよかったじゃん、まずいみたいな。いや、一生懸命作った人がね、もうちょっとふざけるのは違うなと思ったけど。あ、確かに、確かにめっちゃね、口の中酢だもん今。やばいでしょ。うち食べてこれ、味見しなかったからさ、分かんなかったけど、今食べたらよくこれ減らしたね、ここまで。いや、まあ、よくっていうか、まあ、でも食えるけどね。くっそまずいけどね。めっちゃ酢だね。本当は美味しくない？いや、別になんか美味しい美味しくないっていうのは抜きにして食える、全然。優しいね、本当に。食える。いいやつだ、お前、お主はいいやつだ。いや、じゃあ俺は残しちゃいけないんで食べますよ。なんかちょっと罪悪感に、うちを、ちょっと待って、だってもう震えてんじゃんって。やめなよ。いいのに。
もし渡るくんのこの優しさに感動したっていう方はグッドボタンチャンネル登録評価お願いします。あと Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので、そちらも、画面の下からフォローお願いします。正直言っていい？作ってる時めちゃくちゃ匂いきて、でもキムチの匂いだったから、まあ、酸味だからね、キムチも。キムチめっちゃ入れてんだろうなと思ってさ、酢も入れてたんだね。酢入れてました。酢は別に隠し味とかじゃなくて、普通にいたずらというかドッキリ目的でたくさん入れたんだ。そうです。まあ体に良かったです